1988年11月から1997年6月にかけて東横線複々線化事業の一環として、田園町二間川旧玉川円間川沿管改良工事が行われた。それに伴い、当駅についても駅舎の大規模改造工事が行われた。これは、完成な住宅街の中での工事で、 夜間工事はできず、長期にわたる難工事となった。改良工事前までは開業当時からの駅舎であり、改札口は現在の南口にしかなかった。現行の駅舎は旧駅の面影を全く止めていない。東横線と目鎌線は別線で、田園調布と玉川、当時玉川園の両駅間の土塁を複々線で走っており、 天塩調布駅と共に三面四線の形態であったが改良工事着手後は二面四線に改められた。目釜線は当駅から沼辺方面になだらかに坂を下って玉川第一、踏切で平面となり、駅を出てすぐのところに玉川への入り口となるコンクリート製のガードがあった。東横線は横浜方面のホームが玉川橋梁への急カーブにかかっており、 下り横浜方面の線路は、ホームと車両が離れているので、関東がつけられず、上り線より、カーブが外側にも位置するにもかかわらず、駅を通過する急行は助行運転を容疑なくされていた。また上り線は最後尾車両が傾いたまま、停車するため、朝ラッシュ時にはドアが開くと、人が降ってくるような状況で、いずれにせよ、上行に危険な駅であった。 複々線化事業に伴いメカマ線は当駅で分断され、目黒方面は東横線と同方向、同一ホーム2面4線の高架ホームとして50メートルほど、田園調布寄りに移動して、急曲線ホームを解消させたほか、鎌田方面は新たに1面2線の地下ホームでの営業となった。メカマ線の地下への線路付け開工時は終電後始発電車までの間に行われ、 一よにして切り替わった。また、玉川橋梁のところで交差する東京都道11号、大田町付線、玉包通りのガードの高さが3.3メートルしかなく、トラックが衝突して死亡事故も発生していたため、かさ上げされたので、当駅も旧駅より高くなった。当初は、田園町付駅とともにエレベーターを設置する予定はなかったが、 地元住民の運動により設置が決定され、その後の日本の鉄道駅の本格的なバリアフリー化の工事となった。この工事は、多摩川橋梁架け替え、増設工事、1997年12月完成、と新丸小武蔵小杉間線増工事、2000年9月完成に先行して行われたため、2000年8月6日の目黒線営業開始までの間、メカ線は、 新しい地下駅を利用し、そこから、田園調布方面に直通していた。この線路はその後も連絡線として使われており、田園調布駅から東駅に向かって、すぐ、地下へのトンネルを見ることができる。なお、目黒線開業までは、現、目黒線に線路が付設されていなかった。線路名称上で東駅に乗り入れているのは、東横線と東急玉川線の二路線である。 ただし、東横線には、田園調布駅日吉駅間の複々線を利用して、東横線の列車と目黒線の列車も乗り入れており、それぞれ別路線として案内されている。そのため、東駅は、東横線、目黒線、東急玉川線の3路線の接続駅として案内、されている。三路線それぞれに、駅番号が与えられ、東横線は、対零九、目黒線は、m g 零九。 東急玉川線は TM01 である。東横線、目黒線ホームは高架に島式ホーム2面4線、東急玉川線ホームは地下に島式ホーム1面2線が、それぞれ設置されている。目黒線ホームには、ホームドアが設置されている。トイレは改札内にあり、多機能トイレも設置されている。エレベーターは、ホームの横浜、蒲田寄りに設置されていて、高架ホームから、 地下ホームまで直結する。高架下に駅舎があり、改札は一箇所であるが、東口、西口、南口の三方向から出入りすることが可能である。東横線、目黒線ホームは、カーブの途中にあるため、電車とホームの間が広く開く。各線の2017年度の1日平均乗降人員は、以下の通りである。東横線、目黒線の急行停車駅で、 東急の三路線が集結するが、各線とも、上行人員は少ない。これは、主な利用形態が、各路線、主に東横線、目黒線、東急玉川線、相互間の乗り換えであり、改札を通らないことから、上行人員に数えられていないためである。乗り換え客を含んだ場合、実際の利用者はこれより、はるかに多い。近年の1日平均上行人員。 乗り換え人員の推移は、下表の通りである。近年の1日平均乗車人員は、下記の通り。駅周辺は、田園調布1丁目にあたり、公園に囲まれた第一種低層住居専用地域と、第二支風地地区の住宅地であり、大規模な小売店などはない。駅前の道路が境いで、折り返し場や、駅前広場も確保できないため、南口より、 さきの多摩包み通り交差点近辺の旧東急等級スイミングスクール駐車場を前に広場があり、停留署名も玉川園を名乗っていたが、玉川駅への解消に伴い玉川駅となった。東急バスが運行している、路線バスが乗り入れている。2007年11月3日から同年11月11日まで実施された玉川アートラインプロジェクトでは、 蒲田駅と共に本部が設置された。また、アートが施された駅では、最も多く施された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。